続いてはソータさんの最近の活動を伺っていきたいと思うのですが、私とソータさんが一緒にやっているお仕事活動0年0組、はい、オーディション番組なんですけども、振り付けそしてダンスの各極意ですね、伝授していただくにはということでソータさん、お迎えしまして、この番組どんな番組かっていうと、ちょっと普通のオーディションとは違うじゃないですか。違いますね。衝撃的だったのが、私がソータさんが、番組収録に、来てくださって、生徒のダンスを見ている時にポロッと私に対して、ダンスのテイク本当に1回だけなんですね、ワンテイクでやるんですねって言われた時に、ワンテイクじゃないのっていう風に私は聞いてしまってこれはすごい、あの角立つと思う、でも使ってほしい、あのいやでもそうですね、だってオーディション番組めちゃくちゃ多いので、いろんなやり方があると思うんです。でも私もオーディション番組やるの初めてなので、あ、本当に1回っていうことは珍しいじゃないけど、本当にって言われるぐらいのことなんだなと思って、まあなんかオーディション的にというよりは、あのカメラがすごいと思ってて。そうですよね、カメラがオーディションを撮るあれじゃないんですよ、あの日テレさんなんで、バズリズムじゃんって思って本当にそのくらい力入ってるから、1回で要はなんだろうな、ここに全てを集結させるっていうパフォーマンスが、まあもちろんアブちゃんも含めやる人たちも、生徒たちもすごいなんか熱量を感じて、あの1回にっていうのはめちゃめちゃすごいなと思いましたね。カメラワークもなんかちょっとしくったりとかもしたとか言ってて、でも使うって言っててすごいなと思って、中に工夫をしてるからこそ、撮るときはどこまでもやれる限りのことをやるっていうのは、リッチにやる、モテる全てをかけてやってる感は、ちょっとドキュメンタリーを撮る熱量ではなく、ドラマを撮る熱量、本当そうですね、だと思いますね。すごく面白いなと思ってます。そしてこの0年0組について、私が、こう対面で、そして中の人というか、クリエイティブをやってる人と話す、語るってことは実は初めてなんですよ、なので今回すごいしっかり話していきたいなと思うんですけど、私が書いた楽曲をソータさんに具現化、具体化してもらえたなっていう感がすごくあって、まずファーストでこうクリエイティブとしてのこういうことをやりたいっていうことを話したことが、全部振りに踊りに落とし込まれるどころか輝いていて、ああ嬉しい。やっぱりこう生徒たちも踊りがとても得意な子もいれば、踊る楽しさにやっと気づいたっていう子たちもいて、でもその全員が踊ってぶち上がるっていう必殺技を作ってくれてるなと思って、どんな気持ちで楽曲たちと向き合ってくださってると思うんですけども、まずアブちゃんにお会いした時に、俺久しぶりになんかワクワクする人と会ったなっていうのがあったんですよ。正直全部全力ではあるんですけど、どこかパッケージ化されてる自分がいることに結構悩んでたんですけど、なぜ俺に頼んでるのかで、こういうことにしたい、どうこうにしたいっていうのが全ておっしゃってくれるし、なんか楽しいなって思ってやれてますね。もうまず曲を書いた時に、彼らにが歌って踊る曲を書いた時の情景、こういうことになってほしい、もっと言えばこのゲームのオープニングのこれなんだよねとか、そういったこと言わなかったんですけど、出来上がったものを一旦見た時に、待って、このゲームのこのシーン入っとるみたいなとか、結構自分の中では鳥肌というか、こう涙腺に来るものもあったりとかして、同じ熱量で作れるっていうことは私は本当に嬉しくて、今までもありましたけれども、このキュッとした期間の中でそういった方とクリエイティブができていることの喜びっていうのがすごくあって、生徒たちを見ていて、私から見ている感じとソータさんから見てる感じは違うと思うんです、でネタバレになっちゃうので、今何人残ってるかとか、誰が残ってるかっていうことは言えないんですけれども、生徒たちを見て、ソータさんの目から見てどう思われます？実際に始まる前のトレーニング段階からやっていて、徐々にこう日を重ねるにつれて、どんどんみんな目がまっすぐになってったのがすごい印象的で、こんなに青春集団だったって急になったんですよ君たちこんな感じだったっけってなったんですけど、なんかそのくらいまっすぐにパフォーマンスに向き合うっていう人たちを、なんか久しぶりに見たなじゃないけどっていうのはすごく思いますね。5月には、宝塚歌舞伎 OG と、私宝塚もすごい好きなんですけど、ガンミのコラボライブがあるということで、
このライブでは構成も担当してらっしゃるということ、本当に今大変だと思うんですけども。そうですね、すごい楽しいです。だからその演出構成っていうのは自分の新たなステージでもあるので、いろいろ勉強しながら今やってるんですけど、やっぱりここも共通点はあって、来たお客さんに何かを届けるっていう、しかもパフォーマンスでっていうのがすごく共通していて、でお互い全然違うところがあってっていう、このマップがすごい明確にあって、これをどうお客さんに楽しんでいこうかなっていう、めちゃくちゃすごく感じ考えてますね。やっぱ演技と、パフォーマンス舞台に立つということって、自分の混ぜ方の要領が何だろう、配合が違うだけで同じ源泉から来てるものとかもあると思うので、とてもこのライブ楽しみだなと思います。頑張ります。頑張ってください。本当に毎日、本当に凄まじいスケジュールを生きてらっしゃるので、お体に気をつけていただきたいなと。それではここで、ソータさんが最近見た、ミュージックビデオだったりとか音楽だったりとかで、この曲で踊りたいなと思った、その曲を教えていただきたいなと思うんですけども、久しぶりに普通に振り作りたいなと思った曲があって、ポリフィアっていうバンド、わかります、の ABC やんなやんなあいうえよ絶対好きやと思った。あれそのソフィアって女の子ちょっと知り合いで、そうなんや、そうでびっくりして普通に聞いてみたら、あれインストバンドですよ ねポリフィア自体は、っていうのもまず面白いし、曲が面白くて、もう作ってほしいイケメンイケメンのところとかさ、なんかやってほしい。面白いですよね。いやあれ面白いなと思って、普通に曲もイケてるし、でも面白いしっていうのがあったなってそういえば思い出しましたね。私も好きな曲です。ああやっぱそうか。えよかった。いいっすよね、そろそろソータさんとのお別れの時間となってきました。最後にちょっとお聞きしたいなっていうことがあるんですけども、言える範囲での野望展望は何なんだろうと思って。俺らの上の先輩の代が5年経つと、もう本当に40代とかになると思うんですよ。で自分で言うと30代になるんで、上であるっていう、上であるっていう自覚をしっかり持った上で、自分の中での若さは全く捨ててない子供であるっていうのが、なんかめちゃめちゃ大事にしたいなって思いますね。なんかこれが多分その若さの部分だけだと、下の子たちにとってはちょっと、いやお前いつまでそんなことやってんだよってなると降りてくださいそう思うんで、自覚をしっかり持ちつつっていうのをなんか大事にしていきたいなっていうのは、この5年ぐらいのなんか自分の中での大事にしたいことですね。絶対大丈夫だと思うんですけど、怒り続けてほしいですそう、俺も自分に対してそう思ってるんですよ。若さの正体って怒りだと私は思ってるので、自分も自分に対してそれ捨てんなよお前っていうのはずっと思いますね。嬉しい。私の5年後とかもアシュラになってたいと思う。今もなんですけど顔を2つぐらい増やしたいなと思う。こうやって喋ってると喋りたいなと思うので、いやそうですか、すごくいいですね。きっと何一つ捨てず上がってった先で、5年後でも一緒にお仕事できてると嬉しく思います。めちゃめちゃ面白い。もう今日この回に呼べたこと本当に光栄に思います。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。今日はガンミからソータさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。女王蜂のボーカルアブがナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがでしたでしょうか。とても良い話し合いが、初めてのご飯会みたいな感じで大事な話ができたんじゃないかなと思っています。0年0組だったりとか、いろんなところから認識していただく上で、この番組を聞いていただくことがとても深みになるんじゃないかなって、そんな対談ができたと思っています。次回のゲストはプロレスラーの、宇宙一可愛いアイドルレスラーの中野タムさんです。タムさんは今メルティアというユニットで曲を出しておりまして、音楽に対して取り組んでいる中野タムさんともお話ししてみたいなということでお誘いさせていただきました。受けてくださったこと本当心から嬉しく思っています。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は女王蜂のボーカルアブでした。ではまた、ごきげんよう。